今働いておられて、そして聖書は現実にその通りになるんだということを証明を見せてくださって、本当に感激しています。驚きました。そしてイスラエルの現状を知って、やっぱり祈っていくことが本当に大切だなと思いました。この映画をできるだけ多くの人に見てもらって、イスラエルに対する理解をもっともっと深くしてほしいなと思いました。自身がまずダビデの幕屋となって、本当にイエス様を迎えして礼拝して備えていくこともさらに重要なんじゃないかということも思わされて、本当にいい映画でした。視覚的に捉えることができた。あとは神学者のいろいろな意見、あと、ヘブラ大学の歴史学の人たちの意見、それで面白かったのが非常にこうよくね、調べてというかね、公正な中立的な立場ねというか、編集されてるなと思うんですよね。